ここはですね、皆さんご存知かもしれないですけど、ケーズ亀戸店です。お馴染みのツーさんです。お馴染みかどうかわかりませんけど、よろしくお願いします。僕はツーさんに困った時に相談に来ています。はい、大好きなティニットと山崎さんから、はい、ZY9 スライスしにくいぞと、はい、2つドライバー持ってラウンドしてたらバカっぽいんですけど、はい、どうなんですか。まずドライバーが2本あるっていうことは、まあ、かつてトッププロがその2本ドライバーを入れながらマスターズに優勝した例とかもあるわけですが、上がりやすい、引っかかりにくいっていう性能の違いが多分分かれば両方入れててもいいと思うんですね。それともう一つは宮下さんのその調子の波に合ったクラブを使い分けられればこれもありだと思うんですよ。うん、今日はこのテニットの設計者を、あの元々のその辺のヘッド性能がこれでじゃあしっかり合ってるかどうかを、あの設計者本人の、目で確かめてもらってお願いします。はい、菅野さん。はい、菅野さん、来てるんです。なんで来てるんですか。え、ゴルフ屋で。ゴルフ屋で、あ、はい、ありがとうございます。菅野さんは未来ゴルフの開発設計者、はい、のテニットも作った人です。はい、でもう一つは、クラフトマンでもあるので、クラブ自体の調整、まあ、それとスイングも見ると、まあ、全部こうワンストップで、2人で今日は見ていこうという。お、ありがとうございます。はい、好きなんですよ。はい、ただこういう仕事してると、はい、いろんなドライバーがやってくるから当然ね、コースも連れていかなくちゃいけないんですよ。はい、だからちょっと微妙な気持ちにならないでよろしくお願いします。いえいえ、大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。あのね、好きなものと合ってるものってのはやっぱりちょっと違うじゃないですか。はい、でシャフトの動きそのものはあのうちの筒井のコーチがね、はい、合わせてリフティングしてるってことなんで、はい、決して悪くはないと思うんですよ。うんで僕も YouTube でね、リングリッシュさんを目指していただいてて、いい時と悪い時の差っていうのは、あ、やってんなっていうのは見てる時もあるし、ちょっと打ってみて、はい、どういう結果になるか。お願いします。はい、19度にバックスピード4,477で。一応うちのヘッドティニットなんですが、3箇所にウエイトがあります。これを一度ちょっと1個軽い 4g に上げていきます。だから今単純にバランスが軽くなる状態ですね。でバランス的には約1ポイント軽くなった状態。バランスの方は、はい、もちろんバランス重要です。いきなりペースがまっすぐ見える。まあ、重心の距離っていうのはそんなに変わらずに重さだけが変わった状態になっています。はい、でこの状態で今軽くなった分触れるようにはなったんだけど、はい、結局どっちかで左目がなんか出ちゃってますよね。まあ、これをちょっともう少し調整したいかなと思います。こういう重りってそんなちょいちょい変えるもんなんですか。シャフトが合ってたとしてもこれであのバランスももちろん変わるしヘッドの動きも変わるんで、入れ替えてやることでクラブの性格ちょっと変わってきますのでね。逆にその時のコースの状況によっても、だから今日はドロー系が打ちたいとか、まあ、ドロー系でも曲げたいとか曲げにくくしたいとかっていうのはこれで変えれますか、ね、そんな変わるんですか。結構変わりますよ、ね、次は4-2-2ちょっと外側に、はい、2g、 あ、ごめんなさい、4g 入れてみました。外側をちょっと、一番素の軽い状態に打ち戻します。一番軽い状態、はい、危ないましたね。
げえでしょ。はい、ありがとうございます。菅野さんが今クラフトバスに行って、はい、ヘッドのロフトを変えてくれたんです、はい、ロフトもフェースアングルもちょっと全体的に変えました。フェースアングルってことですか？はい、こうなってこうなって、あとはこうなってたりこうなってたり、全部この角度の部分もあるんですけど、それをもともとは寝ててかぶってたものをもう少し立ててやってスクエア、若干スクエアに見える。今までこう見えてました。見えてた。でも実際はこうなんですね。へー。バット構えて、はい、それを宮下さんが外に構える。僕の構えだったんですか？構えがちょっと外は向けてたんです。ただそれが外向けたり内向けたりしてるので、その時によって動いたり動かなかったりはあったと思うんですけど、でそれをあんまり起きないように少し、まあ、外角も 1mm のロフト縦ので置いた時にほんのちょっとフックに見える感じ、ちょっと変えて、ちょっと印象が変わりました。なんかシャフトの印象だいぶ変わったでしょ？あ、全然違う。ヘッド感じるようになりました。実際の動き自体はそんなに変わってないんだけど、入れ方によってちょっと印象は全然違うと思う。入れ方膝を上げて、お皿を上げて、足裏を上げて、まっすぐ行くようになりました。だからサイドスピン、はい、まあ開いちゃってサイドスピンはあるけど、はいはい、逆にそのスッと今出た印象があったっていう時は極端にサイドスピン減ってると思う。減ってます、減ってます。で、内出し角ももちろんロフトを立ててやって、はい、ちょっと重心いじってやったんで、それとまあシャフトにちょっとうちのね特殊加工をちょっと入れてるんで、その分だけこの実行後はブレなくなるとちょっとあるんですけどね。はい、それもやってる分だけサイドスピンはちょっと減ってると思います。うん、はい、あとは見た目もかっこよくなったでしょ、上から見たら。いや、全然変わった。秘密の加工がいくつか施されてました、はいはい、これで多分構えた時の印象も前より良くなってるし、で振り返るから落ちてくる印象、まあちょっと今ね腕がちょっと立っちゃってるけど、ね、はい、あれがもう少しね押す方に入ってくれば多分もっとスッと入っていくと思うんですよね。もっとスンと見たいですけどね。今どうしてもバンチに対してこれ見てやるようにしてるんで、あれがもう少し減ってくるかな。いや、てか別物になりました、はい、頑張りました。うまいやつらに難しくなくなったからちょっと言ってみます。ぜひちょっとこれは難しいクラブじゃないかな。前よりもラインが出しやすくなる、うん、変わった。ちょっとこれで付き合っていきますか。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。このティニットを作った菅野さんでした。ありがとうございました。